芸術の秋にぴったり、学べて楽しめる兵庫のミュージアムをご紹介します。あ、ランドセル、こっちにもこんなに大きいものまで。こちらはセイバンのミュージアムと直営店があるセイバンミュージアムパークです。辰野市にあるセイバンは今年製造工場と本社屋を新設。そしてお客さんにもっとランドセルに親しんでもらおうと、このセイバンミュージアムパークを作りました。まずはランドセルの機能や歴史を学べるセイバンミュージアムをご案内します。ミュージアムは4つのエリアに分かれていて、ランドセルやセイバンの歴史について詳しく知ることができるんです。こちらはタイムラインエリアです。セイバンのものづくりの歴史を展示しています。真ん中にはランドセルパーツの展示をしておりまして、実はランドセルを1つ作るのに250個以上のパーツを使っているんです。そんなに多いんですか？想像以上です。セイバンは播磨産の皮革を材料にカバンやキセル入れを作って販売したことが始まりでした。ちなみにセイバンという名前は西播磨の頭文字から取って名付けられました。昔から常にお子様のことを考えて様々な機能開発に取り組んでいることを感じていただけると思います。次に案内してもらったのはクラスルームエリア。こちらでは時代に沿ったその時々のランドセルと一緒に給食と文房具を展示しております。教室のようなこのエリアでは文房具の他にも当時流行っていたおもちゃなど、その時代背景を感じられる展示もあります。後ろには時代ごとのランドセルがずらりと並びます。終戦の年に作られたこんな貴重なランドセルまであるんですよ。3つ目はこのエリア。こちらはラブエリアです。ランドセルの機能性を分かりやすく体験いただけます。例えば体感性コーナーにある天使の羽。セイバンの特徴の一つ、天使の羽はこの樹脂パーツでできているんです。肩ベルトの中に入っていて、重心を上に上げ安定させることで重く感じないような工夫になっているのを背負って体感できます。他にも安全性、耐久性、快適性、利便性を体感できるコーナーがあります。最後はファクトリーエリアです。こちらの方をご覧ください。実際にランドセルを作っている工程を見ていただけます。このように機械だけではなくて人の手がたくさんかかっていることをこちらから見ていただけます。またこちらではランドセルの作り方を分かりやすく説明しています。こだわりや豆知識も一緒に紹介しているので、ぜひご覧ください。そしてお子さんやお孫さんへのプレゼントを考えている方はぜひ1階へ。こちらはファクトリーショップです。実際の通学路をイメージした道路や坂道、階段などが設置され、通学体験をしながらランドセル選びを楽しんでいただけます。でもどれを選んだらいいのか。私たちランドセルコンシェルジュにお任せください。ランドセルコンシェルジュはお子さんにぴったり合ったランドセル選びをしてくれるプロのアドバイザーなんです。ランドセルを選ぶときに大切なことは、ランドセルは6年間使うものだからこそランドセルの機能性を見てあげることが大切です。その上でカラーやデザインの違いを見ながら家族で楽しくランドセル選びをしていただければと思います。皆さんもぜひセイバンミュージアムパークへお越しください。続いては赤穂市にやってきました。何やらこの辺りに変わった博物館があるそうで、あ、ここだ、ビートルズ文化博物館。入ってみましょう。こんにちは。いらっしゃい。これ来館記念のしおりになってますので、どうぞ。早速にありがとうございます。あなたはビートルズ文化博物館館長岡本早苗と言います。よろしくお願いします。こちらはビートルズの大ファンである岡本さんが
2016年に私設博物館としてオープンしました。これまでに岡本さんが集めたビートルズのポスターやレコードなど貴重な品およそ2万点の中から館内では300点ほどが展示されています。またビートルズ関連の本もたくさんあり、なんと実際に手に取って読むこともできるんです。ビートルズってね、もう50年も前のものなんですね。僕が伝えたいのは、ビートルズは世界無形文化遺産になるようなものではないのかなと。そのためには形がいるんですね。その形を、ここで実現して、で皆さんに少しでもビートルズの文化って何なのっていうことを、まあ、知っていただきたくてここを開館しました。なんか新しいもの聞きたいなって思った時に、お店の人に聞いたらビートルズのハードデイズナイトだったんですね。一番最初にこうジャーンと来たんですね。たった一音なんですけど、そこに悲しみ、喜び、こう希望、なんかそんなのがね、全部一緒くたになってこう固まってるような気がして、そっからあとはね、もう喜びでどうしようもなかったんで、嬉しくて嬉しくてしょうがなかったんですよ。この喜びをみんなと一緒に分かち合いたいっていう、そういう気持ちでワクワクしたっていう。メロディーがまずいいとか、ドラムがいいとかね、いろいろ言いますけど、まあ一言で言うとかっこいいですね。あの彼らの歌詞の中に英知があってね、で僕はそれこそ伝えたいもんなんですよ。文化というのは一体何かって言ったら、僕たちにかっこよく生きるにはどうしたらいいかという、その英知を歌ってくれたという気がするんですね。でそれを僕は伝えたい。もうビートルズ愛が止まらない。そんな岡本さんのとっても貴重なコレクションを見せていただきました。こちらはビートルズマンスリーブック、イギリスの公式ファンクラブで発行されていた開放誌で、わざわざイギリスまで行って探してきた、なかなかお目にかかれないものだそうです。そしてこの写真集、岡本さんはデザインのお仕事もされていて、なんとこの写真集の表紙はご自身でデザインされたんですって。ところが依頼主からデザイン料が払えないと言われたそうで、物ではダメかと言われましてね、そんな困る、僕一応これ仕事でやってんだからとこう抵抗したんですけれども、ないとではフレーバーということで、デザイン料の代わりにもらったのが写真集に入らなかった9枚の写真。これらはビートルズの日常を切り取ったとても貴重なものなんです。ビートルズを知っている人も知らない人もお気軽に楽しめる場所なので、どうぞぜひ皆さん一度ご来館ください。世代を問わず楽しめる2つのミュージアム、ご家族でのお出かけにいかがですか？